お、なんかこのシャープペンはなんか変なというか面白いですね。すいません、はい、このシャープペンってなんか変わってそうなんですけど、どんなやつなんですか？こちらのシャープ、クルトガといいまして、紙に触れた時の上下運動を回転運動に変えているシャープ、はい、この回転運動によって芯を絶えず回してますので、はい、こういった状態から片切りしたものをより超えて、より尖りやすくしている、そういったシャープになります。ってことは、ずっと書きやすい？そうですね、よく変えてきますと字がね、太くなって皆さんシャープを持ち替えられることが多いと思いますが、はい、こちらは絶えず芯を回しますことによって、シャープを持ち替える手間が省けます。より尖った字が同じような幅に書けるシャープになります。はい、実際にクルトガですね、こういった形で変えてみました。確かにシャープペンってよく考えると、書いてるうちにですね、なんかね、書き心地悪くなって回転させるっていう、確かにやってるんですね。でこれ書いてみるとですね、こんなスムーズに書けて、実はストレスないんだみたいな、というかシャーペンの芯が尖ってないのってストレスなんだって逆に気づいたということで、結構ですね、地味ですけどおすすめです。